皆さんこんばんは、ワドです。おはようか。おはようございます。2018年2月の13日、朝の8時32分です。よろしくお願いします。誰だよ。通常枠だったら花火投げるって言った嘘つきはよ。30分やったけど花火一発も飛ばねえじゃねえかよ。おい。誰だよ、嘘ついたやつよ。出てこいよ。だから言ったろって、誰だよ、通常枠の方がいいって言ったやつ。なあ。マジで。許さねえかんな、本当に。全然狐枠の方が花火上がってたじゃん。なあ。いや、だって通常枠にしたら花火上げるわって、花火爆投げするわっつってのにさ。いや、私たちそんなこと言ってないよって。私そんな知らんって。別に狐でも全然いいよ。知らん知らんっつって。何なんだよ、マジで。おー。はい、ワド2。本当に考えられないよな、本当。人を騙すことしかやんねえから。いいよ、もう。信じらんねえよ。信じらんねえよ、本当に。もういいよ、狐たちと俺は愉快な仲間たちでやってくよ。狐たちと。え、切るの早すぎるだろって閲覧あったじゃん。120あって誰も投げないんだよ。120人見てて誰も投げないんだよ。何が切るの早すぎるの？もう騙されねえから。もう騙されねえよ。もう狐でやってくよ。もう。別に狐でもいいって言ってたもん。コテハン勢は。おはよう。本当に騙されたわ。マジで。絶対匿名で花火投げられるようにして。もう騙されねえよ。もうダメ、匿名だったら花火投げるのにって。投げないやつは投げないんだよ。だから言ったじゃん。投げないやつは言い訳をしてるだけで投げないだけなの。投げないだけなの。投げるやつは黙ってても投げるから。投げないやつは何かしらの言い訳して投げないの。何言った通りだろ。投げないやつに付き合ってたらもうしょうがないよ。投げてる人を大事にすればいいんだよ。いや、ニコ生からのリスナー結構多いよ。花火売り切れてねえわ。そんなこと一回も起こったことねえよ、花火売り切れなんて。何怖くて反論しない。何が怖いの？別に言いたいこと言えばいいじゃん。匿名、狐になった瞬間お前ら饒舌になるからな。いや、分かってるけど、まあねえ、通常枠だったら花火投げるよって言われたらねえ、やっちゃうでしょ。やっちゃうでしょ。そういうもんだよ。何否定するって。間違ったことを間違ってるって言って何が悪いんだよ。正しいものは正しいって言ってるじゃねえか、俺。ワダツ、別にそんな否定してないよ。まあいいよ、キツネで。バカし合いだよ、バカし合い。まったりが見たい？もうだからまったりすりゃいいじゃん、狐枠で。ここでまったりすりゃいいじゃん。和道に花火投げると鮫島に叩かれる。リアルだな。ああ、なるほどね。ああ、なんかリアルだな。なんか鮫島さん怒りそうだよね。何和道に花火投げてんだよって。追い込めよとか言いそうだよね。ワドーに花火なんか投げんじゃねえやーっつって。爆走の囲い方やべえわーみたいな。いいや、キツネでやってくよ。言いそうだよね。言いそう、言いそう。まあ、さっきから言ってるけど、俺はどっちでもいいから。サメマーク外せて、あ、イルカマークね。最近なんかイルカマーク禁止になったんだよね。お品とかいらないって言って。本当に鮫島さん、ツバニャン大嫌いだからね。心底嫌ってるから。あれネタじゃないでしょ。
花火投げたかったのにアンチが怖かった。今投げてよ、じゃあ。もう騙されないよ、22号さん。もうね、花火投げたかったのにアンチが怖かった。じゃあ投げてよ、今。もう騙されねえよ。本当は投げようと思ってたのに。何々だったら投げてたのに。怖かったから投げなかった。じゃあ今投げろよ。じゃあ今投げろよ。もう釣られねえぞ、俺は。もう釣られないよ。1ヶ月後だね、納品は。金梅さんの指輪は。まだまだ。いやーもう本当に腹立つよな。通常枠やったら花火投げますよ、和道さん。30分で何も投げらんない。怖いよ、本当に。キツネ枠だったら叩かれないじゃん。キツネ枠だったら叩かれないじゃん。うん、誰爆音吉尾さんって。わかんない。誰だか。あ、鮫島さんのポエムツイートってあれ歌詞の引用じゃないの？本人が作ってんの？なんかブルーハーツとかの歌詞の引用じゃないの？うん、宗教的に花火投げられない？知らねえわ、そんな。なんだその、なんだそのカルト宗教。うん、いや、だからいつも言ってんじゃん。囲いもアンチもないんだって。ただリスナーがそこにいるだけなんだ。ただそこに。ドルさんはズラじゃなくて植毛だって。食毛だって。食毛。いや、金梅さん注文ブッチなんて無理だよ。金梅さんの指輪1個作るのにどれだけ予算かかってるか。そんなほんとシャレになんないよ。うん、朝比奈メンヘラっていうか、まあネット脳の、典型的なネット脳じゃん、朝比奈は。うん、おはようございます。いやー、通常枠やったら花火爆投げするから、キツネ枠やめてください。怖いですって。通常枠やったら、花火一発も上がんねえの。ひどくない？和道さん、キツネ怖いですって。花火上げるんで通常枠にしてくださいって。俺はどっちでもいいよって。通常枠だったら爆投げしますって。一発も上がんねえんだよ。一発も。ひどいでしょ？だったら狐でいいじゃんっつって、もうやさぐれてんだよ。今帰ってきたんだよ。帰ってきたの。いや、金梅さん嘘ついてないじゃん、別に。普通に注文してんだから、うん、いや本当にあれだよ、あの金梅さんの指輪作るのにすげえ予算かかってるから、本当に大変なことになるよ。いや、マジで裁判沙汰になるから。怖かったからじゃねえよ、もう。騙されねえよ。何とでも言えるじゃん、コメントだったら。投げる人は投げる、投げない人は投げないんだよ。もう投げた人だけ信用するから。投げない人は信用しない。そんなん俺だって言えるもん。あ、本当は投げようと思ってたんだよね。なんだよ、もうちょっとやったら投げてたのにって。バカすぎるでしょ、もう。投げる気ねえんだよ、そんなの。同じ金額なら花火と他のアイテムどっちがいいの？例えば、うん、風船100個って1000円で買えるんだけど、俺に入ってくるの400円なの。風船1000個もらったら。で、花火は1000円で買っても500円入ってくるの。だから、金額の高いアイテムほど俺にこう、見入りがいいと覚えておけば。だから風船1000個投げても別に構わないし、ただ俺にはその取り分が少なくなるよ。取り分が。いや、キツネでも上がんないってことは別にキツネとか配信、何、通常枠とか関係ないってことだから。あー、指輪に関する個人情報は言えないよ。注文が入ってるから。それは金梅さんの枠で見て。うん、知らないよ。アイテムで差別なんかしてないよ。メガホンもありがたく頂戴してるし、全部ありがたく頂戴してるよ、俺は。なんか、やった？指輪道じゃないです。アイテムで差別なんかしないよ。アイテム飛ばしたい気分にしないとダメ？もう、うわぁ！あぁ！腹立ってきた！わぁ！腹立ってきた！何？飛ばしたい気分？はぁ、あ、はぁ、あ、ねえ。
花火が飛ばないのはこの雰囲気。今度雰囲気。ああ。キツネ枠、通常枠が原因だよ。アンチが怖いから花火飛ばないんだよ。今度雰囲気。はい。病気だよ、病気。もう病気だよ。病気だよ、本当に。病気。病気だよ、病気。しょうもないわ。もうね、当てにしない、花火は。花火は当てにしません、もう。やさぐれてるから、裏切られたから、俺。もう何も信じらんねえよ。何も信じらんねえ。何、一体感が生まれる放送って。何？何なの？つまらないってなんだよ。つまらない、もう見に来てんのお前だろうがよ。次役の通常枠で勇気出してみる。いや、今投げてよ。今を変えられないやつに未来なんかねえんだよ。今投げるか投げないかでしょ。今投げるか投げないか。うわ、投げてくれたよ。ありがとう。花火ありがとう。ありがとう。ほら見ろよ。投げる人は投げるだろ、キツネだろうが。27号さんはいついかなる時でも投げてくれるんだよ。言ってないのね。オッケーオッケー。ありがとう。ほら。何がほら、お前らいい加減にしろよ。何がほらでなんだよ。おい。3号もよ。23号も29号も。何がほらなの。何がほらなんだよ。お前らぐだぐだ文句しか言ってねえじゃん。何がほらねなんだよ。38号も。俺の言う通りにしとけばみたいな。俺は配信のこと全部わかってるみたいなさ。何がほらねだよ。マジで。頭湧いてんだろ、マジで。何その、ほら。って。そうじゃなくて27号さんが言うならわかるよ。27号さんが投げたの。だろうじゃねえよ。お前が投げたわけじゃないから。何なんかさ、花火が投げた時だけ自分の功績みたいな感じになるの。ねえ。ダッサとか言って。こいつ腹立つわ。こいつ腹立つわ。ダッサとか言って。何もう、何がダサいの。何がダサいんだよ、マジで。上げ足取りだけは本当にな、上げ足ばっかり。何がダッサだよ。しょうもねえわ。何一体感って。一体感なんかないから。27号さんのご好意で花火いただいたの。別にお前らの功績ではないから。いやー、もうこいつらはね、簡単だよ。ファンタスティック花火なかったら、でも、しらーって、うーんって。一発二発とかだとね、俺、いいっつって、俺のおかげだってやってるけどね、爆投げされるとこいつは、ふーんつって、あ、全然面白くない、全然面白くないって。アイテム上がるとアンチで、ふーんつって、他行こうかなって。こいつらはね、もう分かってるんで。うん、今の時給は、まあ、10分で500円ですよ。10分で500円。10分で500円です。分給50円ですよ。分給50円。金梅さんクソではないでしょ。金梅さんトッププレイヤーだからね。今ハート花火売ってないんだ。なんだろうね。招き猫とかハート花火とかね、常設すりゃいいのに。時給3000円？時給3000円ではないでしょ。1時間経過した時にいくら稼いでるかだよ。俺時給のマックスいくらなんだろう。時給6000円とか？ 6,4,24。 あ、違う。時給1万円。あ、時給1万5000円になったことあるわ。やばくね？時給1万2000円だぜ。メガホンありがとう。そうそうそう。なんか蓋開けて結果が出るまでだよ。結果が出るまで。マックスだって4時間枠で100、150発近く上がってるから。うん。そりゃすごいな。もううるせえよ。花火のことに対して。
もう口出すなよ。もういいって23号、お前の理屈で花火が上がるわけじゃないから。年収はもうたかが知れてますよ。年収はたかが知れてますよ。いいんだよ煽らなくて。みんなの気分で投げりゃいいんだよ。みんながワードお疲れって、ワード楽しいよっていう時に投げりゃいいんだよ。それが息長くやってく。いやメガホン集めんのね時間がかかるからね、ありがたいですよ。うるせえよ、もう1億円稼げねえよ、黙ってろよ。うるせえよ、食ってくのに必死だよ。ありがとう、パフェありがとう、おはよう、おはよう五十五さん。いいね、挨拶でパフェ添えるってかっこいいね。いいね、もうこういう口だけのさ、コメント詐欺師とは全然違うよ。コメント詐欺師とは全然違うよ。全然腹の底から大笑いしたので、ね、今年の初笑いはアメラだったね。アメラはめちゃめちゃ爆笑した。一昨日かな、一昨日の夜もう腹抱えて笑ったもん。メガホンありがとう、メガホンありがとう。アメラはめちゃめちゃ面白いよ。アメラ知ってる？アメラは最高だよ。アメラは本当に腹抱えて笑ったもん。あれタイムシフト見ても面白いと思うよ、うん、朝から甘いもん全然いけるよ。今はまあなんとかご飯は食えますよ、うん、全然ご飯食えてますよ。いつから仕事するんですか？俺ね配信業なんだ。だから今仕事ナウなの。今仕事ナウなの。あ、プロにやってもらったんだ。プロってすごいな。アイラの顔、アメリカ人の顔がアイラの顔になるんだなって思ったもん。朝ごはんそうだね、うん、朝ごはんそんなに食わないかもしんない。税務署にはインターネットタレントだね。登録してんのはインターネットタレントだけど、仕事です、仕事。でも配信業って言ってもいいんじゃないの。別に食えてねえだろ。食えてんじゃん、自称じゃなくて食えてるじゃん。なんだよひがみとかやっかみとか、うるせえな。食えてんだろ。アイテムありがとう、おはよう。風船とメガホンありがとう。食えてんじゃねえかよ、食えてんじゃねえかよ。食えてんだから食えてるでいいだろうがよ。インターネットタレントだよ、何がおかしいの。お前より収入多いです、ありがとう、ハートありがとう。いやインターネットタレントだよ、食わせてもらってるんだよ、リスナーさんから食わせてもらってるんだよ。アイテムねえありがたいですね、本当に。インタレだよインタレ。朝からうるせえなマジでこいつら。働けよ、お前らが働けよ。平日の朝8時50分に、俺夜勤だから今日非番なんだよねって、うん、ありがとう、メガホンありがとう。お前ほどの低所得者なかなかいない。何が関係あるんですか、16号さんに何が関係あんの。ポットはないね、俺ポットは持ってない。夜間で沸かしてるね。タイガー魔法瓶とか欲しいね、タイガー魔法瓶。なんだろうね、タイガー魔法瓶ってずっと売れ続けてるよね。のんちゃん寝てるよ。ポット欲しいね。おはよう、メガホンじゃない、風船ありがとう。58号さんおはよう。今日平日だよ。平日の昼間から人に向かって働けって、お前らが働けよ。お前ら経済なんか生み出してんの、働いてんの、大丈夫、働いてんの。飯食えてるよ、うん、飯食えてるよ。タイガー魔法瓶が最強だよね、うん。
スロットで稼いできます。はい、いってらっしゃい。みんな、いやいや、いろんな人がいるよ。お金持ちの人から、夜勤の人から、それこそ主婦の人から、いろんな人がいるよ、うん、ただまあ人に言われたかはねえわな、働けとかな。なんで強制されないといけないんだよって。強制されることはないでしょ別に。ありがとう、ハートありがとうね。35さんありがとう。あ、引きこもってたまにしか仕事しないんだ。いや、いいと思うよ。俺は働けなんかリスナーさんに言わないから。働けなんか全然言わないよ。別に働くのが正義だと思ってないし。うん。なんで働くことがいいこととか悪いこととか決めるの？年金とか今後のことどう考え、考えてどう思いますか？いや、稼ぎゃいいじゃん。一生働けばいいんだよ。一生働いてたら。別に将来の不安なんかないよ。国民の義務って働く権利があるって意味だよ。働くのを国が強制することなんかできないんだよ、うん、勤労の義務ってあれってもともとみんな解釈間違ってるけど、国が仕事をちゃんと整えますよって意味だからね。国が働いてない人を叩くって意味じゃないから。いや、三大義務知らんのかって、お前だわ、知らないの意味よ。納税の義務は合ってるよ。税金を払いましょうっていうの。のりこの金で食ってねえよ、俺。おはよう、11号さん、バカありがとう。おはよう、楽しんでってね。存在自体、何？税金の話して、仕事の話して、憲法の話して、今度は何？お前がダサい？論点ずらすねえ、相変わらず。論点ずらすのうまいねー、うまいねー。人格否定だ、最終的には。人格否定。3月配信者とボクシングするときセコンド誰にするの？セコンドはいらない。うん、セコンドはいらないよ。和道ブランド俺から買えるよ、うん、のんちゃん生活保護じゃないよ。狐が似合う。やめて。10年後も配信続けてるかどうかは分かんないけど、今の気持ちね。ほら、人間って考え方明日にも変わる生き物だから、今の気持ちで言ったら、まあ続けていきたいなとは思ってるけどね。一生、うん、一生続けていきたいなと思ってる俺は。ただまあ10年後どういう人間になってるかは分かんないよ、うん、シルバーでも金でもプラチナでも俺は何でもできるけど。はい、おはよう、グッモーニング、おはよう、応援ありがとね、うん、カルティエかワドーで迷ってます。カルティエ全然いい商品いっぱいあるからね。俺カルチェ好きだよ。カルティエでもいいんじゃないの。カルティエいいブランドだよ。あそこは歌舞伎町怖くて歩けないんで、全然普通に歩いてるけど、うん、今の生活が続けばいいの。そうだね、うん、いいよね。二日酔いなんだ、大変だね。水飲んで深呼吸だよ。水飲んで深呼吸、深く、要はね、酔いを解かないと、うん、肺の中で回ってんだよ。ブルガリーよりも和道じゃないの。朝ごはんまだ食べてないから後で食べ行くよ。スキヤでも行こうかな。スキヤ、スキヤのね、朝定食食べよう。うん、おはよう。何、スキヤディスって、スキヤディスってねえだろ。どうしてスキヤディスになるの。逆でしょ。朝これからスキヤでご飯食べようかなって、スキヤいいお店で美味しいよっていう宣伝でもあるわけじゃん。何スキヤディスってるって。ディスってないでしょ。いや、スキヤで朝定食でも食おうかなって、なんでディスになるの。歪んでるわ、心が歪んでるな。何聞いても批判にしか取れないんだ、何を聞いても。ああ、歪んでる歪んでる。
歪んでるわ本当に。病気だよ病気、病気病気、もう何言っても批判に聞こえるんでしょ。うん、最近スパーリングないのかな。3月の25日に練習会やって、サメ島さん、テルチャンピン、ヒカルくん、タツヒコ、俺、今確定してるメンツは5人で、で、リスナーさん30人こう見学ができるっていう、そういうスパーリング企画やりますね。3月の25にやります。横浜でやるんで、もし見学に行きたい人は、見学料1500円。うん、で飲み食いしたい人はなんかコンビニかなんかで酒でも買って見学してください。キツネはチョコ投げらんないね。鮫島さんは枠の解説枠っていうか、そうコメントさばきやってもらいます、はい、これ自分より強い相手とやるよ。弱い相手とはやらないよ。 DM でも LINE でもどっちもいいっすよ。来たい人はリスナーさんの枠はね、限定25人から30人ですね。25人から30人、一応今 2,3 人問い合わせは来てるかな。うん、うん、でもまあ鮫島さん俺ね、よくしてもらってるから、うん、あ、伝えてる伝えてる、もちろんもちろん。ハングルやめて。メガホンありがとう。アイテムありがとう。おはよう。アイテムありがとう。うん。鮫島さん、来てくれるって。うん。アイテムありがとうね。鮫島さん敵に回すのなんか、別に敵だった頃なんか一回もないけど。うん。ありがとう。来てくれて。いらっしゃい。うん。和道の枠は国際的だね。いや、ハングルなんか読めないよ、俺。アニョハセヨーぐらいしかわかんないよ。アニョハセヨーって。カム、サムニだ、うん、セコンド、いや、聞いてみるよ、今度。今度聞いてみてる。日本語おかしいかな、俺。格闘技全く無知なんだけど、前回捨て頃見て、うわ、かっこいい、ハマってしまったから今回も来た。ああ、ありがとう、ありがとう。まあ、素人だけど、一生懸命頑張るからさ。うん。和道をかける石野。石野はね、今ね、東京の方にいるのかな？東京に、どこに住んでるのかわかんないんだよね。うん。ちょっとよくわかんねえな。サメジャンさん結構ね、言葉きついよね。鮫島さん結構言葉きついんだよね。おはよう。おはようございます。おはよう。自分の身でも守る、うん、まあね、普段ねこう配信者ね頑張ってる姿ってなかなか見れないからね、男らしいじゃん。拳一個でこう蹴りつけようっていうね。あ、ありがとう。メガホンありがとう。アラビア文字やめて。俺、日本語しか読めねえから。アラビア文字やめてください。やめて。普段何も頑張ってねえじゃん。いや、だから普段何も頑張って、わー、花火！花火5発、グレート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 花火ありがとう！ありがとう、34号さん。わー、すげえすげえすげえ！花火ありがとう！ 27 号さんありがとう！また来てねー！ありがとう！すごいわー。すごいわ。花火6発、30分で3500円。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう、ありがとう。時給今3500円。30分で3500円。ありがとうございます。ありがとう。もう来んなよじゃないよ。花火師さんのおかげで生活ができてるんだよ。花火師をディスるな、バカ。うん、空気読め、花火投げるなとか言うな。うん、お前らが来るな。なあ。お前らが来るな。なあ、狐ども。おい。
お前、ほらなじゃねえんだよ。お前の功績じゃねえんだよ。お前らだわ。お前らが何勝手に居ついてんの？何勝手に俺らのシャバ、俺らの場所、テリトリー荒らされたみたいな。違うから、花火さんの場所だから、ここ。スポンサーさんだから。スポンサーさん。働いてるっつうの？今だから時給3500円だって働いてるじゃん。働いてるんです、今。あ、連投やめて。連投やめて。連投やめてください。連投しないでください、外国語で。やめてください。あの、ヨッサンの顔文字もやめて。意味わかんないから。ここヨッサンの顔文字いらないから。おはよう。おはようございます。おはよう。だから、ヨッサンの顔文字。じゃあ、顔文字もやめて、本当に。やめて。コメント読みづらいから。俺がコメントするから花火が上がる？そうなの？え、なに？もしかしてさ、キツネくんたちはさ、俺らがいるから花火上がってると思ってんの？俺らがコメントを書いてるから花火上がってるんだよって思ってんの？おはようございます。もう病気だよ、病気。病気だよ、病気。これ、よっさんの顔文字だよ。ひまわりでしょ、だから。当然だろ。ああ、もうすごいね。すごい。すごい、すごい。すごいわ。わかった。わかった、わかった。感謝の心を持てない。人の妬み、そねみ、恨み。人を喜ばせることができない。全部人のせいか。で、功績は全部自分のせいか。きついわ、マジで。きついわ。応援ありがとうね。お礼言ってるじゃん。よっさんの囲いの人のことをひまわりっていうの。石川紀之さんのところは足軽。うなさんまんは珍味団。てるちゃんぴーは TCP。で、和道は和道旅団。いや、挨拶するよ、全然。初見さんいらっしゃい。楽しんでってね。ハングルいらないよ。ハングルで何書いてるかわかんないもん。フグちゃんにはないんじゃないの？よく言われてんのは、大手さんのところは、あの、リスナーさんに名前がつくって言われてるね。大手になると、リスナーさんに名前がつく。でもね、最近ね、和道旅団じゃなくて、よりなーって呼ばれてんだよね。最近ね、よりなーって呼ばれてる。和道リスナーのことは。ハングルやめろっつってんの。なんて書いてんのかわかんねえよ。和道旅団なんかいない？そうだね。よりな、よりめリスナーイコールよりなだよね。よりめのリスナー。TCP アット花火なんだ今。おはようございます。おはよう。そうそう、金梅さんのところは小林って呼ばれてんの。金梅さんのところは小林。アナルセックスは興味ありますね。はい。正直アナルセックスは関心があります。はい、関心あります。はい。大花火、いやー、大花火はね、大花火師はね、プロ中のプロだからね、プロってるからね、大花火師はいないんじゃないの。ドレさんのところには名前ついてんのかな、わかんない。ドレさんのところにリスナーさんの故障ないね、確かに。今時給3500円です。儲かってます。ありがたいっす。草イベントやめちゃったね。草イベントはね、キツネ枠でできないんですよ。通常枠しかできないから。のりこより解放の方が可愛い。じゃあ解放のリスナーになってあげてよ。解放のこと囲えばいいじゃん。税金税金うるさい。税金税金うるへえ。うるへえよ、うるへえよ。月毛は毎月一回剃ってるよ。月毛は剃ってますよ。剃らないと大変なことになるから。Oラインを整えてますよ。OラインとIラインと V ラインを整えてますよ。大変なことになるからね。
大変なことに。ジャングルですよ。お尻の穴に毛が生えるよ。すごいことになってるよ。ジャングルだよ、ジャングル。やってるやってる。アナルセックスは興味あるけどやったことないな。うるさいよ、税金払え払えって。オーラインはどうやってこう、ね、こういう感じかな。俺が剃るセルフで。のんちゃんパイパン、やってるよ俺。のんちゃんに聞いてごらん。俺オーラインやってるから。ケア半端じゃないから、半端じゃないから、うるせえよ、なんで税金がどうのこうのお前らに言われないといけないんだよ、のんちゃんは。いや生えてこないんだって、のんちゃんは普通に生えてこないんだって。いやそう、チクチクするんだよね。3日間ぐらいちょっとヒリヒリというか、カミソリで切った毛の断面が刺さるんだよ、リスナーに騙されたの。なんか通常枠やったら花火爆なめ消しますって。和道さん通常枠がいいですって。30分やったら花火一発も飛ばねえの。ひどくない？喫煙枠怖いです和道さんって。通常枠やったら花火投げるんでって 2,3 人書いたから、じゃあ通常枠やるって言った。30分間知らんみたいな、みたいな。私そんなこと書いてないねみたいな。騙されたんだよ、きつい。いや、あのね、違うんだよ。うんこが絡まるから、あのね、これね、血毛が生えてる人わかるって書いて。あの、うんこするじゃん。もう何回拭いても、もう絡みつくから、毛に。あんまり衛生的によろしくないんですよ。血毛リスナー。わかるでしょ？だからね、血が反らないとダメなんだよ。ウォシュレついてないね。ダメなんですよ。彼氏も言ってた。そう。そうなんですよ。いや、ジャングルだよ、ジャングル。ジャングル。すべてが汚い。じゃあ、振るなよ、この話。すごいわかるぜって、ありがとう。潜ってたけどね。共感してくれるんだ、ありがとう。え、ウォシュレットついてなくない？え、みんなのトイレウォシュレットついてる？ついてないでしょ。ウォシュレットって高級マンションとかにしかついてないんだよ。ウォシュレットないでしょ。つけたんだ。ついてるの？あ、高級マンションに住んでんだ。アパートはないよ。アパートはない。あ、ブラジリアンワックスね。ついてるんだ、いいな。みんないい生活してるな。ウォシュレットついてる家なんかなかなかないよ。上級国民だな。ついてないよ。西新宿だけどついてないよ。普通ついてる。ここアパート、アパート。いい生活してるな、おい。普通ついてだから、お前らの普通と俺の普通は違うんだよ。底辺を這いずり回ってる低所得者だから。新しい物件はついてんだ。でもね、ここね、築絶対おかしいんだよね。なんかね、築何年って書いてあって、築なんか20年ぐらいだけど、備品とか見ると明らかにね、昭和中期ぐらいに作られたようなアパートの。絶対これ平成の物件じゃないと思って騙されたよ。あれ、そういうことやっていいのかな。トイレに電源ないね。ないね。ないよ。ないです、ないです。乙姫ついてない。乙姫ってついてるのあんの？乙姫普通ついてなくない？いや、引っ越しはいいよ、俺この家でいい。なんか家で贅沢するような身分じゃないもん、まだ。だからアイラとかさ、テルとかがいい家住んでるじゃん今。正直なんか、ああ、こいつら生活ワンステージ変わったなと思うもん。
アイラも高級マンション住んで、テレなんか一軒家だぜ。家賃6万。カメラもインターホンないよ。カメラインターホンないよ。テルチャンピオンはフワッチの契約社員なの？そうなの？テルすごいよね。一軒家だぜ。窓はあるでしょ。バカにし、あのさ、窓のない、窓ぐらいあるよ。窓はあるよ。なんで窓のない家って。家買ったんじゃないの？賃貸だよ、テルは。テルは賃貸だけど結構家賃高いよ。テルから聞いたけど。まあ、テルが公表してないから言えないけど、テルの家なかなか高いよ。よくそんなん契約したなと思ったもん。鍵はついてるよ。うるせえよ、人の家いじんじゃねえよ。テルは太い囲いがいるから。はい、ワコツ。テルは儲かってるよな。晒されてるの？もうテルの新居行ったよ、行ったよ。あれ買ったんじゃないでしょ、賃貸でしょ。ああ、バレてるんだ、バレてるんだ。もう床はあるよ。すごくない？20代さ、中盤でさ、毎月13万の家に住んでんだよ。勝ち組でしょ、あいつ。あいつすごくない？ 13 万の一軒家に住んでんだよ。埼玉で13万だよ。いや、そりゃ生活ね、もうあいつはすごいから。ああね、いつからあんなね、ホストっぽいキャラになったんだろうね。いや、愛人とは暮らしてないでしょ。賃貸の一軒家だね、テルは。え、アイラのリスナー、旦那の退職金3000万アイテムにつぎ込んだのバレて殴られた。旦那の退職金の3000万をアイラのアイテムに変えちゃったの。すげえな、すげえな。いやーね、それはえぐいな、ちょっとな。散財、いろんな人を騙したから自業自得なんじゃないかな。え、俺誰がいろんな人を騙したの？あのさ、散財散財って言うけど、俺がいつ散財したんだよ。誰が騙したんだよ。具体的に言えよ、具体的に。具体的に言えよ。俺がいつリスナーから金、花火騙して取ったんだよ。俺そんなことやってねえわ。俺がいつ花火騙したんだよ、リスナーの。いつだよ、具体的に言えよ。言わなくても分かってるじゃねえよ、バカ。そういうよ、なんかそれっぽく言ってるけど、具体例が一個も出てこねえじゃねえかよ。俺騙してねえわ、リスナーさん、バカ。花火はご厚意、家欲しいよ。いや、家は欲しいよ、夢だけど。でも無理でしょ、配信者をさ、生活にしててさ、家建つって聞いたことねえよ。前科はあるよ、前科は。俺ちなみに、その詐欺事件のことは配信やる前の話だからね。まあまあ事実だからいいけど。あと、ちなみに別に不正受給もしてないですから。先月270万か、すげえな、テル。テルね、捨て頃買ってからね、女性リスナー増えたよね。俺旅するときに、旅の支援で花火なんかこじったこと一回もありません。だって旅する前と旅した後で収入変わってねえんだから。じゃあ旅したらダメなの？旅やめたらダメなの？だから投げてないやつが言うなよ。お前投げたのかよ、じゃあ。なあ、投げてないんだろ？騙されてねえじゃねえかよ。投げてる人が言うなら100歩譲ってわかるよ。投げてる人からクレームなんか来てねえよ。投げてる人から来たか、じゃあ、クレームが。旅するために小突きなんか一回もやってません。一回もやってません。一回もしてません。旅をする資金がくださいなんて言ってません。旅する余裕ができたから、アイテムいただけたから、じゃあ旅行こうかなって言ったんだよ。ああ、うるさいうるさい。
花火投げてない人なんだから別に関係ないでしょ。何嘘つきって。実際だからそんなクレームないじゃん。メガホン投げても支援者だと俺は思ってるよ。うん、俺はそう思ってるよ。うん、ソース消えてこのざまってソース YouTube に全部残ってんじゃん。バカでしょ本当に。うん、ありがとう15号さん。怒るよ35号さん。ありがとうね、メガホン投げてくれて。おはよう。おはようございます。メガホンたくさんもらいたいっす。顔が底辺、そうすると雰囲気違うかな。そうかな、うん、なんかやだな。なんか今日も湧いてるな朝から。ちょっとトイレ行ってくるわ。もう気がめいっちゃうよ。マイッチング、いや、チャンビンはかっこいいから、だから女性のファンがいるんでしょう。アンチ率はどんどん上がってるね。うん、ストップ高だよ、ストップ高。アンチ急上昇率、ストップ高ですよ。これ以上はもう増えないからもう大丈夫だと思うけど。てかかっこよくない？小田切城みたいな顔してんじゃん。いや、テルかっこいいでしょ。和道がなんで稼げないか、薄っぺらいから。あー、ひっぱたきてえ。ひっぱたきてえわ、ほんとに。ひっぱたきてえわ、マジで。いや、アホらしくなる時もあったよ。先月なんか苦しかったよ、ほんと。家賃2ヶ月滞納してさ。ああ、もう終わりだわ、と思ってさ。そしたらなんか、めちゃめちゃ囲われてる若手の配信者とか、ね、なんだかわかんないのがガン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 稼いでて。マンスリーランキングも、県外で。和道旅団がバカにされてるみたいで悔しいです。和道旅団一人もいねえじゃん今。悔しいですって言って悔しくないでしょ。和道旅団今一人もいねえじゃん。和道旅団この中にいんの？メンバーまだ生き残ってんの？和道旅団なんか一人もいねえじゃん今。いるの？まだ生存してたの？最前線にもう全員滅んだと思ってたけど、まだ生き残りいたの？和道旅団超レアだよ。何が悔しいの？みんな死んだんだよ。みんな死んだんだよ、和道旅団。全滅だよ。うん。心の中で生きてる？何それ？死んでるじゃん。俺は270万稼いだら正直言う。アメリカに渡米します。はい。俺はアメリカから配信します。フランスとか。要は海外の、その、なんつうの、ホテルとかから配信するね。高見さんはもともとスタッフだもん。いやー、全然世界中回れるよ。うん。だからフランスに渡米したりとか、イタリアに渡米したりとか、インドとかに渡米するって、世界各地を渡米していこうと思ってるね俺は。
韓国に渡米するのもありだよ。英語喋れんじゃないの？ありがとう。花火ありがとう、34号さん。旅団全滅でしょ。全員死んだんだよ。だから俺は旅団の団長として今でも掲げてるけどね。団員は全員死んだけれども、団員は全員お亡くなりになられてたけども、みんなの和同旅団はまだ俺の心の中にいるよ。半年前配信サイトに誘われてる、すごいことになると言ってたけど、どうなったの？だから17今すごいじゃん。17すごい、みんな知ってるでしょ？ 17CM 見たことあるでしょ？実際あのサイト伸びるんじゃないの？なんでお亡くなりになったの？知らない。自害だよ、自害。切腹でしょ。和同旅団は切腹したんだよ、和同旅団は。あと TCP に捕虜になったね。TCP の捕虜。今、和同旅団は虐げられてるんだよ、TCP で。女性たちは。男の和同旅団は自害したね、自害。今、捕虜になってる。捕虜。セブンティーンエロサイトじゃないよ。TCP の名を着せられてるんだ今。17ってアリババ資本なんだ。通りで金払いいわけだよな。今月は稼いだからもう十分やろ。十分じゃねえわ。まだまだ花火欲しいわ。まあ、シャンピン豆だかんな、ヤサオだかんな、あいつな。じゃあ何？ TCP と和同どっちがいいの？ TCP と和同は、ぶっちゃけお前らからするとどっちがいいの？ぶっちゃけ TCP と和同どっちがいいの？ぶっちゃけた話。心の中では。本音。TCP がいいの？消えろ消えろ消えろ！ 17 号 TCP ゲイゲイ！いけいけ！103号もいけ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 ！ TCP ゲイゲイゲイ！いけいけ！もう TCP って書いたやつ全員いらねえわ。裏切り者！裏切り者！ TCP、ああ、もう消えろ消えろ！消えろ消えろ！ああ、邪魔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 ！邪魔邪魔！どっちもクソとかやめろ。TCP って書いてあるともう本当にもういけいけ！合わねえわ。考え方が合わねえ。頭きた。クレーム入れよ。クレーム入れよ。頭きた。頭きたわ。頭きた、マジで。何なの、本当に。何なの、この流れ。何なの、マジで。ちょっと。何 TCP、TCP。うるせえよ、マジで。TCP ばっかりよ。どうなってんだよ、マジで。起きろ！起きろ！寝てんじゃねえよ。配信者に睡眠なんかねえんだよ。起きろ、起きろ。寝てるわ。寝てるわ、こいつ。TCP。TCP の親玉寝てるわ。クレーム入れようと思ったのに、朝から。起こしても TCP に閲覧、ちょっと、妬みつらみじゃねえよ、うるせえわ。妬みつらみ、恨み、嫉み。しょうもない。引き取れよ。なんで TCP がうちに来んだよ。要素ねえだろ、テルチャンピンと俺の被ってるところ。のんちゃん死んだの？大丈夫でしょ？生きてるでしょ？何が向こうは大手だよ。迷惑だろうじゃないよ。ソネミ漢字検索しろよ、ソネミ。いやー、恐ろしい。TCP 恐ろしいわ。和同旅団どこ行ったんだろうな。生きてんのかな。元気にしてっかな。ねえ、和同旅団どこ行ってんだろう。生きてるのかな。悲しいな。TCP のリスナーすごいよ。フットサルに出ただけで、うつんなとか死ねとかすげえ DM 来たもん。あなたの顔見たくて、てるくんが汚れるとか。てるくんが汚れます。来ないでくださいって。てるが誘ったんだわ、俺のこと。てるが誘ったんだわ。
なんかすごい雷に当たるんだよ。なんか TCP おっかないよマジで。あなたはなぜ来たんですか、フットサルに、みたいな。詐欺師の分際で、みたいな DM 半端なく来たもん。いや超気分悪いよ本当に。花火師が TCP って言ったらどうする。いやどうもしないよ別に。どうもしねえわ。ていうか TCP は俺に花火投げないよ。 TCP は絶対に花火投げない。いやあそこの婦人部マジでやばいよ。 TCP マジで怖えよ。いやマジで、いや DM 半端じゃなかったよ。もう殺意はいたもんねマジで。 TCP からDM が来て、なんであなた映ってるのみたいな。はあ、みたいな。どういうことって思ったもん。ブロック入れちゃったから DM 残ってないかな。DM 残ってるかな。ちょっと待って、見てみよう。探してみようか。なんだろう。DM あるかな。あ、ブロックしたから消えちゃったかもしんないな、いやもう宗教だよ TCP は。宗教、教祖様だから。テルは教祖様。どこに行っても嫌われ者。知らないよ、しょうがないじゃん、嫌われてんだから。ヒールだよヒール、ヒールだから。ジョーカーだから、ジョーカー、バットマンで言うとこのジョーカーだから。和道ファンはそんなことしないって。和道ファンっていうか和道リスナーは俺のことひたすら叩いてんじゃねえかよ。他のこと叩いてる余裕なんかねえよこいつら。こいつらはなぜか知んないけど俺のこと囲わないで俺のこと叩くんだよ。だから他に興味ないの。俺のことを叩くことだけに集中してんの。意味がわかんないよ、意味が。知らんっつって、知らん知らんっつって。他のやつなんか知らんっつって俺のこと叩きに来てんの、しょうもない。いや暗黒とだから似てるよね、いや騙されたって。通常枠やったら花火爆投げするから通常枠やってくださいって。30分やって花火一発も上がんねえの、なんだこれだよ。そうもないわマジで本当に。びっくりするよ、びっくりするよ。君たちのねじ曲がった根性、ねじ曲がった根性。鏡を見ろ鏡を。その目で子ど、その目で幼い子供を抱くことができるのかなあ。そのよどんだ目で見ろ俺のピュアピュアの瞳を。羨ましいんだろ俺の瞳が。なあ、俺の少年のような心と天使のような瞳が羨ましいんだろうな。なあ、女に生まれたかった、女に生まれたかった。広末涼子激似、広末涼子激似。どんぐりって言うのやめて。あ、ピスタチオめっちゃ好きだわ。ピスタチオ大好きだわ。ナッツ好きだわ、はいはい、キャプチャーね、はいはい。ちょっと待ってね、前髪作らせて、無理やり頭頂部から引っ張ってる前髪。ちょっと待ってね、キャプチャーね、はいはい。取れた？取れた？はいはいはい、ありがとう。よいしょよいしょ、カツラじゃないっす。のんちゃんは泡吹いて失神したかんね。俺のあまりの
かっこよさに。のんちゃんはだってジョニー・デップより俺の方がかっこいいって言うんだよね。ジョージ・クルーニーよりもワドの方がかっこいいんだよ。世界で一番かっこいいの俺だって本気で言ってるからね。俺がお風呂から出るとうっふーんかっこいいって言うんだよ。いや本当だよ。いや匠さんその場にいたから本当だよ。うん、匠さん証言できるもん。ほんとほんと。のんちゃんは初めて俺と会った時に泡吹いて倒れたんだよ。ワドファンは礼儀正しいね。確かにワドリスナーはね礼儀正しい。香川さんの顔タイプだよ。のんちゃん香川さんも好きなの。だから香川に香川さんにエロイプさせられてるじゃん。そう、香川さん放送中にトイレ行ってくるっつってなかなか戻ってこない時は女性リスナーにあのおっぱいの写メとか送ってもらってんのよ。でオナニーすんのね。でその話をのんちゃんが暴露したら私もそれ被害に遭ったっつって香川さんリスナーの女性リスナーから私もおっぱいの写メ送った、のんちゃんも送ってたんだっつって笑えた。うん、そう、これ結構有名な、香川さん変態で有名だから。うん、そう、おっぱいの写真を女性リスナーに送られるの。うん、放送中にトイレ行ってくるっつってトイレでオナニーしてスッキリして普通に帰ってくるの。嘘じゃないよこれ、これ嘘じゃないよ。うん、え、香川さんにディスられてた、のんちゃん。うん、うるせえな、胃が痛いよもう。なんで俺こんな叩かれてんの、胃が痛いよ。やめて、叩かないで、もうこれ以上叩かないで。花火くれ、花火、花火くれよ、なあ花火くれよ、花火頼むよ、花火ちょうだい、花火、花火くれ、花火。アンチコメントばっかりだから花火ちょうだい。おはようございます。おはよう。のんちゃん変態っつうか香川さん大好きだからね、のんちゃんは。うん、ジュディア・ロバーツみたい。うん、ジュディア・ロバーツあれしか知んないな、あのなんだっけ、すごい言う、プリティーウーマン、プリティーウーマンだよ、プリティーウーマン。花火、花火欲しい、花火欲しい。あー寒い。花火8発だって1時間経過してさ、さっき30分でさ時給3500円なの、7000円だったんだよ時給が。今時給7000円が時給4000円になってしまったから、頼むよ頼むよ。今日は上野に行きたいから、上野に。血毛はね、こんくらいまでしか伸びない。陰毛と一緒でね、抜けちゃうの。血毛はマックスこれくらいにしかなんないよ。だから、モヒカンみたいな感じだね。モヒカン。うん。なんでアイテム嫌なの？花火あと何発ぐらい欲しいの？まあ、100発ぐらい欲しいかな。100発で神回っていう。100発で神回。あ、だいたいマックスこれくらい、血毛は。花火100発欲しいです。あと92発。あと92発。ストックがないんだ。うん、その花火誰に投げんの？その花火。誰に投げんのか教えて。29号さん。花火2発しかないからって。2発。お前まさか青山に投げるつもりじゃねえだろうな。その花火青山に投げるつもりじゃねえから。許せねえな、マジで。許せねえよ。許せねえよ。しょうもない、テルばっか稼いでさ、テルばっかりいい思いしてイケメンだからって。3品に投げんの。あー、やっぱテルなんだ。いや、嫉妬したら悪いのかよ。嫉妬したらダメなの。テルいいじゃん、もうテルいっぱい花火もらってんだから。なんなん本当に。だからアンチコメントテルのところで書けよ。なんで俺のところでアンチコメント書くんだよ。和道に投げる意味がない。謝れ。花火8発8人に謝って、4人か4人に謝って。アホではありません、賢です、賢、賢です、賢。
リスナーに騙された。青山にも花火あげる必要ないでしょ。青山はもう稼ぎまくってるから。なんで土下座すんの。悪いことしてないよ。賢です、賢。いや、アイラクラインもすごいよな。いや、通常枠やったら花火上げるからっつって、通常枠やったら花火上がんなかった。占い師に和道が鬼門って言われた。何それ。何、占い師が俺の名前出したの。うん、太陽だね。性格最悪だし花火あげる価値はない。性格そんな悪いかな。俺性格いい方だと思うよ。性格悪いか。いや、謙虚に生きてるよ。謙虚に。謙虚でしょ、謙虚。きたー、花火ありがとう。花火ありがとうございます。性格悪くないでしょ。ありがとう花火、ありがとう、ありがとうございます。きた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 、メガホン来た。アイテムの流れ来たぞ。メガホンありがとう。来たぞ、流れが来たぞ。お、聞いてきた聞いてきた。アンジュどもが聞いてきたよ。ゴミどもが。お前ら稼ぎが良くなったらな、黙るもんな。黙るもんな。ざま。ざま。性格悪いの隠してないって。俺性格悪くないもん。性格悪くないです。性格悪いとかやめてください。性格悪くありません。性格めっちゃいいから。めっちゃいいから。ありがとう。匿名さん。花火ありがとう。かっこいい。風船ありがとう。風船ありがとう。ありがとうございます。アイテム投げれないけど来て全然いいよ。来ていいよ。楽しんでって。ありがとうございます。KP。ありがとう。KP、KP。ありがとう。ウィース、ウィース。性格はいいけど根性が悪い。根性悪かったら何が悪いの？俺性格悪くないと思うよ。性格絶対悪くないよ。例えばね、リスナーさんとのツーショット写真、バカありがとう。バカありがとう。あのね、リスナーさんとのツーショット写真、俺が多分トップクラスに多いと思うよ。俺と新八丁はリスナーさんと写真いっぱい出てくると思うよ。俺絶対勝てる気がするもん。意外とリスナーさんに写真撮らせてくださいって言われたら一番対応してんの俺だから。ありがとう花火、ありがとう173号さん、ありがとう。ありがとうね。あ、アンチがテンションダウンしてきたよ。アンチがテンションダウンし始めたよ。天狗になってないよ、全然。天狗になってないよ。ああ、ありがとう花火、ありがとう165号さん、花火ありがとう。聞いてきたよ、聞いてきたよ、聞いてきたよ、聞いてきたよ。うん、聞いてる聞いてる。ゴーゴー。リアトツしたら何人来る？え、何何人来るって。写真を頼まれる回数が大手。じゃあ写真を頼まれる回数に応えてるってことはファンサービスをしてるんですよ。ファンサービスをした。来たー、花火ありがとう、ありがとうございます。和道舐めんなよつって。ありがとう173号さん、ありがとうございます。ありがとう。ホラナじゃないよ。何がホラナなんだよ。やめとけ。もう自分の功績、花火師さんのご好意だから。花火師さんのご好意。つまんねえから他行く。あー、花火上がったらそういうこと言うんだ。花火上がったらそういうこと言うんだ。風船ありがとう、ありがとうね。79個もありがとう。なあ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 、お前らよ、お前らよ、のりこのりこのりこってうるせえんだよ。のりこのりこのりこってなあ、寝てんだよ。のりこはすやすやかわいい顔して、めっちゃかわいい顔して寝てるから。これで花火投げれんのかよ。なあなあ、のりこは寝てるんだよ。
俺にもファンがいるっていうことを証明したんだよ、証明。俺にも。なあ。なあなあなあ、なんか言ってよ。寝たきりババアとかなんだよ。もう、悔しいね、悔しいね、アンチ。悔しいね。ありがとう、メガホンありがとう。うん。俺配信大好きだよ。ありがとう、つけよ。花火ありがとう。ありがとう。落ち着くよ。ありがとう。冷静にね。ここはじっくりね。冷静に。アンチと向き合わないと。のんちゃんよく寝てる。なんだよ。いいじゃん。たまにはいい思いさせてよ。配信5年目だよ。去年じゃない。先月なんかさ、マンスリーランキング圏外だったんだよ。今何位なんだろう。マンスリー。今マンスリーないんだ。もう下がっちゃったろうな。マンスリー上位行きたかったけど、今68位か。68位か。ちょっとマンスリー、あ、ありがとう、マンスリー、ありがとう。そう、メガホンがね、マンスリー聞くから。270個ありがとう。ぜひね、無課金勢も応援してください。メガホンいただけるとすごく嬉しいんで。ちょっとマンスリーあげましょう、マンスリー。いやー、先月苦しかったけどね。ありがとうね。ありがとう。あー、風船ありがとう。風船ありがとう。いや、調子乗ったっていいじゃん。いい時ぐらい調子乗らせてよ。いい時、あー、ありがとう。メガホンありがとう。調子乗らせてよ。調子。うん。先月何やったんで、先月ひどかったよ。先月ひどかったよね。メガホンありがとう。わお !165 ボさん、花火ありがとう。ありがとうございます、皆さん。ありがとう。What's your name? あれはね、名曲だよ。オリジナルソングだから。花火ありがとう、うん、座って内容のない人間に花火をやるな。内容がないって何？内容ある話してるじゃん。内容ある話してるじゃん。ねえ。内容がないとかやめて。うん、ありがとうございます !173 号さん、ありがとう、花火さんありがとうございます。クール花火いただきました、ありがとう。165号さんから花火いただきました、ありがとうございます、ありがとうございます。今日もワド絶好調です、ありがとうございます。いやー、来てるね。目覚めたね。目覚めたね。囲われてるね。囲われてるね。いい感じじゃないっすか？皆さん。ありがとうございます。あ、キツネだな。キツネ。今日も寄ってるね。目が寄ってるね。そう。疲れてる時に目が寄ってくけどね。幸せな時は目が離れていくから。あ、飛ぶねー、かっこいいねー。 TCP も夢じゃないね。 TCP 超える日も来るかもしれないね、この流れだと。 TCP を超える日が WWDO WDO 来てんじゃないの。 WDO WDO 来てるぜ。 WDO 誰が投げてるかわかるよ、俺は。ただ言わないよ。これは、花火師さんと俺とのプロミスだから。プロミス。わかる？花火でサクセス。リスナーとのプロミス。全然韻踏んでねえわ。やめとこう。やめとこう。フリースタイルやってみようと思ったら全然韻踏めねえわ。この方に花火投げてる方の本音が聞きたい。本意？あ、どういう意味で？俺のことが大好きなんだよ。ラブリーだから。ワドラブリーだよ。ワドラブリー。うん。ワドちゃんラブリー。のりこは寝てるっつの今。おやすみすやすやだよ。すやすや。うん。もう5年も花火なしでいいくらい上がった？うるせえよ。うん。誰が投げてるとか、だって別にリスナーさんが詮索する必要ないじゃん。
ファンタスティック、はよ、うるせえよ、おめえがおるんじゃねえよ。うん。18発も上がってんのか、ファンタスティック1発分上がってるじゃねえかよ。いや、大好きっていうことでしょ。ワドちゃん、チュッチュッ。ワドちゃん、ラブリーって。ニコ生見たい？ニコ生やんないかな？ちょっとあのサイトは好きになれない。特別な企画でもないのに、キツネ枠やるやつは実力がないやつ？なんで？キツネ枠みんな怖がってやらないじゃん。キツネ枠やるイコール実力がないっていうの、俺は意味がわかんないんだけど。キツネ枠やるのも別に普通に実力なんじゃないの？ニコ生はね、ユーザーをね、大事にしなかったからね。ユーザーを金の道具みたいにしたのは良くなかったよ。うん。いいユーザーいっぱいいたのに。ねえ、居心地いいよね。ニコ生から移動してきた人は、匿名枠やりやすいよね。オリジナルソング歌おうか、じゃあ。ワッチャネイム聞きたいの？ワッチャネイム歌ってあげようか。今日気分いいから。俺のオリジナルソング聞きたいの？ワッチャネイム。歌はいい？歌はいらない？歌はいらない？歌うとかぞる？いやでも、花火18発を記念して、やっぱギターを歌った方がいいんじゃないの？よりメタルも全然あるよ。うん、歌はいいの？じゃあやめとこうか。わ、うん、かりました。やめときましょう。YouTube に上げとこうか。ワッチャネイム。PV 作って。それだったらよくない？俺が歌うんじゃなくて、YouTube にオリジナルソング上げとこうか。PV 作って。そうする？フルバージョン。フルバージョン上げとこうか。そしたらみんな見れるじゃん。それだったらいいよね。生放送中には流さないで、YouTube にワッチャネイム入れとこうか。うん、YouTube に上げとこう。うん、そうしよう。ありがとうございます。ドンチキドンチキ。匿名さん。花火、クールな花火ありがとう。あざまーす。来たよ。20発来たよ、みんな。20発来たよ。来たよ、来たよ、来たよ。来た、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 来た。来たよ、これ。ありがとうございます。ありがとうございます。バットボタン押さないでね。オリンピック？いつオリンピック？全然見てない。ノルマとかないから。無限だよ。ノルマを決めたらそれ以上はないってことだから。おはようございます。ノルマを決めるやつは大体ダメなやつだよ。俺は無限の可能性に、無限の可能性を信じてるから。無限の可能性を。今もう1時間で1万円稼いだからそうだね。船橋のナンバーワンキャバ嬢クラスだね。船橋のナンバーワンキャバ嬢大体8000円ぐらい稼ぐから。船橋のトップクラスのキャバ嬢クラス。うん。上野はね、やっぱね、時給1万2000円から1万8000円は稼ぐから。うん。上野はまだ遠いね。今、船橋のトップキャバ嬢クラスに稼いでる。うん。ついに津田沼超えたな、今日。津田沼を超えた。わかんねえな。名古屋、関西のキャバ嬢どれくらい稼ぐか。あれしょ？でも、名古屋のキャバ嬢すごいらしいよね。めちゃめちゃ稼ぐって聞いたよ。名古屋。なんかもう年収億とかなんでしょ。そうだね。新小岩が見えてきたね。新小岩が。あ、東京オリンピック今やってるんだ。へぇ。銀座はニット、時給4万ぐらいじゃないの？銀座は時給4万ぐらいじゃないの？銀座どれくらいなんだろう。平均だとやっぱ1時間4万ぐらい稼ぐんじゃないの？銀座って。銀座行ったことある？みんな銀座っていくらぐらい稼ぐの？銀座のだからまあまあ銀座もピンキリなんだ。まあまあ4万ぐらいだと思ってればいいんじゃん。銀座っていくらぐらいの？1時間4万ってことは花火80発だから TCP がそれくらい稼いでんだよ。アイラとか TCP とかは銀座クラスなんだよ。うん。あ、銀座売上のパーセンか。まあでもね、1時間4万ぐらい稼ぐでしょ。
今どこが一番高いんだろう。東京だと六本木もダメになったって言うしね。荒野に電話してリスワン抜かされてると教えてあげて。なんで？いいじゃん、寝てるのが悪いんだから。リスワン狙ってる日っていうのは普通寝ないでやるんだよ。荒野に電話？荒野？荒野に電話すればいいの？なんで俺が荒野の使いっぱみたいなことしないといけないんだよな。リスワン今日狙ってんの？荒野。ちょっと待って、リスワンが3位？荒野起き、あ、荒野起こせばいいってことね。うん。荒野。よいしょ。よいしょ。荒野起こすよ、じゃあ。電話するよ。風船ありがとう。出ねえけど。寝てんでしょ。うん、寝てるじゃん。荒野配信してんじゃないの。うん、出ないわ。六本木今調子いいんだ。六本木調子いいんだ。うん。何、荒野配信中って出てるけど、寝配信やってるってこと？寝配信か、配信中起きてんじゃん。起きてるじゃんね。普通に起きてるじゃん、今起きたんだ。じゃあ別にいいじゃん。六本木は時給15万、そんな稼ぐかな。俺六本木で働いてたことあんだよね、ボーイで。支援減ってんの？いや、荒野は100万ぐらい稼いでるでしょ、毎月毎月。うっそ、マジかよ、ありがとう。花火ありがとう。173号さん絶好調っすね。ありがとうございます。ありがとう。ついに20発の大台超えたね。ありがとうございます。何、なんか2月はなんか調子いいね。1月ほんと苦しかったけど、なんか何、2月ってみんな稼ぎが良くなるの？なんで？なんでなんで？ねえ、給料日までまだまだ遠いのにね。すごいな。社長さんとかなんじゃないの？やっぱ自分でやってるんでしょ。荒野はね、もう10ヶ月連続100万切ってないって言ってたよ。髪の毛切りてえな。髪の毛切りてえな。ねえ、今夜ナックルズのイベント出てるよね。うん。あ、困ってるアピした方がもらえるんだけど、俺あんまりそのやり方好きなんだ、好きじゃないんだよね。なんか銅像誘って花火ってあんまりなんか良くないじゃん。あんまり良くないっすね。それね、縁じゃないよ。38万8000って、それ円じゃないから。閲覧のポイントとかね。俺赤綺麗に染まってるね。うん。ホーユーっていうメーカーなんだけど。髪の毛切りてえな。単発にしてもいい？みんな。単発にしたらダメかな？単発にしたらダメ？髪の毛切ろうかな。どうしよう。どうしようかな。いい？髪の毛短くしても。ちょっとデコ出しちゃうけど。角刈りはやんない。うん、トイレの、ありがとうございます。花火ありがとう。トイレ行ってて気づかなかった。ありがとう。
無理しないでね、無理しないでね。あんまりみんなでね投げてもらった方が嬉しいから、バーガーとかパフェとかハートとか風船とかね、あんまりね一人の人に負担してもらうとあれだから。うん、荒野が100で和道が18万、まあそれが現実だよ。荒野の方が稼いでるよ。スキンヘッドにはしない、スキンヘッドはやらない、坊主もやらないかな。全然無理してない、ありがとう、ありがとうね。うん、ちょっと伸びてきたからね。いや金髪に、金髪っていうか全部赤にしようと思って、あの全部赤どうかな、なんかのんちゃんが黒髪がいいって言うから染めなかったんだけど、実は染め、髪染めるの買ったんだよね。髪さ全部赤にしたらダメかな、全部赤どう思う。モヒカンは昔やってたよ。モヒカンの写真見る、ありがとう、クール花火ありがとう、ありがとうございます。モヒカンの頃の写真見ようか、17歳の頃の写真だけどいい、ちょっと待って。俺でもモヒカンめちゃめちゃ似合うよ。俺もともとずっとモヒカンだったんだよ。モヒカンやろうかな、トラビス。すごいね、ちょっと待ってね、モヒカンの写真、17歳の頃の写真見せるね。こんな感じだった、17歳の頃はこんな感じだったね。うん、似合うでしょモヒカン。バレが自分ではやらないよ。合成みたい。前髪がね、前髪のトップが顎についたもんね。俺だってもともとパンクスだもん、パンクスパンクス。パンク大好きだから。ケープ1日1本じゃなくて2回でケープ死んだね。モヒカンか、正面から、いやただこういう風にここが立ってるだけ、こうやって真ん中だけこうバーッと、リスナーに騙された、リスナーに、キツネに騙されたんだよ。アホじゃない、賢だよ賢。和道は比較的賢でしょ、賢めん。あ、北斗の拳の残党ってよく言われたかな、よく言われた、その当時は。あーパーマね、パーマあれ生まれて初めてやったやつだね。いやなんかね、通常枠やったら花火爆投げしてやるから通常枠行こうぜって言ったら花火一発も上がんなかったの。泣きそうになるよね。で狐枠に戻ってきたら花火いっぱいもらえたっていう謎の現象、謎の現象。髪どうしようかな、どうしよう、どうするのがいいかね。でもそんなに短いわけじゃないの、そんなに長いわけじゃないね。前髪がうざいんだよな、前髪が。単発にして、面白い髪型とか別に、たくさんいただいてるよ。反発、いや前髪をこれくらいまで切りたいかな、これくらいまで。前髪が長いからこの辺まで落とし込みたいよ。バルザック超懐かしいな、バルザック見たよ、乱視の前座でバルザック見たよ。いや俺デコッパゲだけど、デコッパゲだよめちゃめちゃ。パルパルヘア絶対やんないかな、
単発の方がいいよね。前髪がね長いんだよこれ今。この辺まで切りたいんだよな。マッシュルームカットとか絶対やらない。ダッセ。あー、ありがとう。メガホンじゃねえや。風船250個ありがとう。ありがとう。数合わせしてくれたのかな。前髪パッツン別に嫌いじゃないんだけどね。パッツン、うん、おもながだかんね。おもながの一重だかんね。切れ長の。あ、ハート花火が発売してる。これ不定期で始まるよね、ハート花火。メガネ外すとおかしい。そう？俺なんかメガネあんまり好きじゃないんだけどね。変？メガネ外すとおかしいかな。変？今日熊ひで。そんなに変？もうおっさんだぜ俺。鼻曲がってる曲がってる、うん、喧嘩で顔面ぐちゃった、うん、朝鮮顔？そう、北朝鮮の顔にこんなに顎がないやついる？切れ長の人って思いっきりクゲ顔だけどね。思いっきり日本人の顔だけど。おも長で切れ長の人って日本にしかいないって言われてる顔なんだよ。これって思いっきり典型的な日本語だよ、うん、色付きグラさんね。あ、そう、喧嘩ではないね。そう、一方的に暴力振るわれたから。弥生系の顔だよね。そう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 、ジャパニーズサムライ。甲冑とか一回着てみてえもんな。俺奥二重じゃないよ。ほら、切れ長の本当の人へ。奥二重じゃないの。だからこれ日本にしかいない、日本の DNA って言われてんのよ。そう、だから俺の顔見てね、韓国人とかね絶対ありえないんだよ。ほら、奥二重じゃないでしょ。切れ長の人へだから。着物を着てたよ、うん、羽織とかよく着てた。染色異常体の顔とかもディスにも程があるだろう。ドレさん彼女できたのかね、わかんないけど。まあなんか配信そういうこと言わないタイプじゃん、隠すタイプじゃんドレさん、うん、まあなんか女できたっぽいよね。なんかね、大体ね、髪の毛切ってね、小綺麗になると男は女ができたタイミングなんだよ。自転車乗ってないね、俺。自転車乗ってない。そうなんだよ。目の色素すげえ薄いんだよ。めっちゃ茶色でしょ。だからね、太陽光とかね、目やられちゃうんだよね。橋本環奈と同じ目だもんね。いや、なんか女できた。ラジオ放送ね、普段顔出しする人だからね、うん、そう、赤焼けする。日焼けするとき真っ赤に焼けちゃうね。黒目の大きさ違うかな。そう、ちょっと待って、違う？どう？いや、キモいかどうか聞いてないから。寄り目にしてないよ。
ドルさん女の人大好きだね。女性大好き。ダフンダやってないですよ。白内障になるんだ。第3の目じゃない、これね、眉毛整えてたカミソリで切っちゃったんだよ、ピッて。そんなにブサイクかな、そんなにキモい俺、そんなにキモい、ヘビースモーカーだからね。アイコスはやだね、臭いから。アイコスの匂い大っ嫌い俺。焼き芋みたいな、なんか変な匂いするな。くっせえくせえ、大っ嫌いだあの匂い。超苦手なんだよね。ああ、言われる言われる、裸眼がカラコン入れてんのって言われる。配信だとね、こう引くとね黒目に見えるからあれなんだけど、その太陽の光とか差すとね、すごい茶色いからよく言われるよ。カラコン何入れてんのって。入れてないよって。電子タバコダメだね、苦手だね。決め顔、広末涼子の顔でいいの。ブサメン、これ決め顔。広末涼子激似、うん、怖い怖い怖い、アンチ怖い、もう。メガネ、丸メガネもあるよ。何時まで放送してんの？いや、もうご飯食べ行くから、まああと30分ぐらいでいいんじゃん。金玉みたい。金玉見せない、バンになる。誰だお前。私だ。スキヤ行こうかなと思ってるけど、スキヤでご飯食べようかなと思って。スキヤ行こう。スキヤオフパコとかないよ、彼女いるもん俺。オフパコ行かないよ。丸メガネ、これレンズ変えてこようかな今日。色メガネ良くないかな。あの昔さ、茶色い丸メガネしてたの、あれに戻そうかなとか思ってんだけど。色メガネどう思う？あの普通にサングラスみたいにしようかなと思って、紅の豚みたいな。ダメかな。昔かけてた色眼鏡に変えようと思ってんだけど。年寄りから騙し取ってお金返せって何よ。昔こんな感じだったんだけど、これダメ？これこれダメ？やめた方がいいかな？ダメ？柄悪くなる？ダメ？やめようかじゃあ。どっちにしろこのレンズはでも変えないとな。やからじゃないよ俺全然。
だからほら、じゃあさっきも言ったけど、目の色素が弱いから色入れた方が本当はいいの。色入れた方が絶対いいんですよ。目がやられるから。だからその理由でね、色入れたいのよ。もう眩しいのよ。旅団はね、もうみんな死んだ。旅団は全滅。壊滅。壊滅。丸眼鏡変か。旅団は死にました。あ、そういうのもあるんだ。色入れないで。薄い茶色とかね。眼鏡2つだね。これとこれの2つ、今は。この2つ。俺にアンチなんかいない。まあそういう心がけ大事だよね。敵なんていないっていう。お前にアンチなんているわけない。あ、ありがとう。あ、薄く入れるのか。薄くか。相談してみようかな。メガネ屋さんに行って。養分とは思ってないよ。見てくれてる人は全然ありがたいよ。これ養分とかそういう言い方好きなんだよね。どこ行った？ TCP になったんじゃないの？薄い茶色か。これは色入ってない。これはその透明。朝ごはん、のんちゃん疲れてんだよ最近。疲れてんだよね。メガネはずれないね、あんまり。メガネずれないっす。そうだね。本当に見に来ない人がアンチだよね。見に来ない。ファンはいるでしょ。ファンはいるでしょ、普通に。だから旅団でつけるとクッソ叩かれるらしいよ。タバコでクッソ叩かれるんだって。うんこちびるぐらい叩かれるんだって、他の配信者に。旅団とかねえわって。かわいそうだよね。どうなんだろうね。別垢で来てんのかな、わかんないけど。俺は鼻自分より高い人見たことないかな。プライベートで自分より鼻の高い人見たことがない。どうしてアンチばかりなの、わかんない。みんなに聞いて。俺は別に集めたくて集めたわけじゃないから。コレクションしてるわけじゃないから。今日ドルさんやってたよ。体調悪いって。のんちゃん後ろで寝てるよ。キモい花。キモいって言われてもね、こういう風に生まれてきちゃったんだもん。しょうがないでしょ。ドルさんはね、何時頃やってたかな。夜中やってたけどな。夜中やってた。じゃあご飯食べようかな。ちょっとご飯食べてくるわ、みんな。ありがとうね、たくさんアイテムありがとう。キツネ枠いいね。じゃあみんなお疲れ様、ありがとう。今日も一日頑張りましょう。おつでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。